ちょうどね、ニュースになったあれが、氷が東京で降ったっつって、氷が積もったっつって、それなんか俺ちょうどあれ、散歩の番組やってて、はいはい、その調布をうろちょろしてたの、調布っていうところ。まさにですね。そしたらもうまさにそれ、車でちょっと移動してるときにちょっとなんかバーッと氷が降ってきてさ、あれだったの、そんないいところにいたなと思ってさ、ある意味話題の、だけどあんな体験もできないでしょ。まあそんな氷に打たれるなんてね。ちょっとやっぱ後悔しててさ、はい、その時ゲストにあの子いたの、なんだっけ。ジョビジョバの、はい、ジョビジョバのリーダーって、ジョビジョバのマギーさん。で、なんか手品の、なんだっけ。マギー、シロさんの、シロさんの弟子の、マギーシンジさんじゃない、はい、外国ハーフのモデルの、マギーちゃん。マギーさん。マギーちゃんがさ、イソカバー回ったな。いたのに、最初の入り口に。二人で行ったのに。急いでたんだろうな。いや、マギーちゃんが、はい、その時にゲストだったの。はい、あと、アンガールズと、はい、まあ、マギーちゃんだったの。はいはい、さあ、その時、俺はさ、もうマギーちゃんと車が違うのよ。はい、移動の車が。だから、ちょっとあれ、一緒になれなかったんだけどさ、あれ、一緒の多分、ロケバスで、ロケバスだったらさ、はい、すっごいどうすんの、もう、ね、はい、いや、先週で言うところの俺のアナルドリル攻めの話があったんだけど、ありましたね、はい。あれより音がでかいわけ。あれ、なかなかの音でしたよ。車の中に乗ってて、はいはい、ワンボックスですよ、はい。ワンボックス乗ってて、あれぐらいの氷が降ってくると、音がすごい、うん、もう、聞いて、ちょっと、はいはい。俺のアナルドリル攻めの音ね。はい、まず。これぐらいなの、とんでもない、はい。これも結構なもんよ。はい、もう、ね、デシベルで言うと、はい、京王線沿いのアパートに住んでるぐらいの音だからね。そ、は、う、い、が起こるレベルの音ですよ。だけど、はい、ヒョウの音はこれぐらいなの。パパ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 パダメだよ。アナル関係にしか聞こえないぞ。いや、ずっと。Release so much stress. Now a variety program.それぐらいの音がしてるし、はいはい、もうだからガラスが割れそうなわけ、車の。でもドライバーさんがすいませんけども、はい、屋根のあるところに逃げさせてくださいっていうぐらいもう大変だったわけ、はいはい、だからそれでちょっとツイッター見たらマギーちゃんが、はい、なんかすごい天気で怖いっつって言ってるわけ。これはちょっと雷もすごいし、うん、はいはい、だからこれもう後ろのロケバスにでも行ったらもう抱きつかれんじゃないかなって。さ、かっこよすぎませんか、氷の中飛び出して。気が気じゃなかったんだけどさ、はい、行こう、もうかわいそうだしさ、うん、マギーちゃんと怖がってるって言うから行ってあげようかなと思ったんだけどさ、俺も怖くてさ車から一歩も出れないんだよ。そんなにすごかったんですね。じゃあすごかった、あっという間よ。もうなんだろうな、その積もりか、氷の積もり方って言ったらね、あれぐらい、一番いい時のスピードワゴンがオンバトンに出た時ぐらいの積もり方。すごい、すごい、キロバトルがボーンといくでしょ。すごい、あれぐらいの入り方だった。すごい、お前らには分かりやすいだろう。あの甘いのお前の本格的な漫才やってた時の、音楽言っていただけると大概分かりやすいぞ。そうだな、お前らに分かりやすく言えてよかったわ。すごいなあれは。いや、すごかった。だから本当でもまあいい、まあいいっちゃもう大変だったからね、本当に。で、車ももう半分ぐらいもう水で埋まっちゃって、一気に、もう波打ってんだから、道路が水溜まって。いや、だからもう俺たまたまもうショーパンと車は一緒なんだけど、別にショーパンなんてビビらないからさ。何ですか、マギちゃんと車一緒だったなと思って。ショーパンは本当に助けようとは思わなかったです、何にも。そのもしピンチだった時はショーパン、はい、ショーパンもうだっておばさんだから。可愛くないですか、おばさんと言いますけども。
これ基準がどこにあるの？わからない。俺の基準はもうただ一つ、はい、ハーフの若い美人。偏ってんな。だと入らないですからね。社長業の人なのかな。さあハーフの、若い美人が大好きな有吉弘行のサンデーナイトドリーム、声の最後までお付けください。すごいだから最近やっぱ勘違いされてるなと思うことがあって、はい、まあそういう件もあったし、今回こういう風にレストラン行ったとかなったらさ、俺田中は好きなの、はい、同郷の広島出身だしね、うん、吉村と俺仲良くないの。え、あれイメージないですよ。別に飲みに行かないし、そう、はい、ほんと正月旅行と今回これ、はい、半年ぶりに飯行っただけなの、それぐらいなの、はい、それは結構、はい、スタッフの人とかが仲がいいと思ってて、いや一視聴者もあります、思ってます、はい、僕らも仕事が多いのよ結構一緒の、はいはい、でここでさやっぱ聞いてる人に言いたいのよさ、はい、俺も全然好きでもないし仲も良くない、うん、から、はい、そんなに仕事一緒にしたくないっていうことを今日ちょっとここで発表させてください。こんな公明正大にもうヒロミさんは全然僕は一緒に起業するの大歓迎。抱き合わせやめます吉村、はい、NG です。いやまた来ますってその。ラジオネーム三平有吉さん、ナベプロの最終兵器、うん、スピリチュアル女子大生知恵様が5月前半のトースポ市場でワールドカップの予想をしていたので、このタイミングで発表させてください。お、予選リーグ1回戦は日本の勝ち、2回戦は負け、3回戦は負けると出ています。外したインチキジャパンのリドルギボアイココと知恵選手、痛恨のシュートミス。鍋風呂主催のフットサル大会でマネージャーでもやったのにわか。このタイミングの発表は恥ずかしい。これは来ましたね。これはいいですね。これは外してます、確かに。これエンジェルあげます。素晴らしい。いやー外してますね。このために書いといたんじゃねえかっていうぐらいの。いやいやいや外してましたね。いやー外してたね。見事に外してましたね。解説者が立ち悪い。いやー、あー出ました、有吉のオカルト嫌い。オカルト嫌いが出ました。これはまあもう言っちゃってますからね。いやだけど僕山崎さんに1個だけ感謝してることある、うん、1個だけ、うん、それはまあ二十歳ぐらいで出てきた時に、はい、まあ僕なんて人見知りですから、うん、そんなに誰とも口聞かないですけど、はい、まあ、山崎さんだけそのなんていうのかな、うん、緊張しないみすぼらしい貧乏神みたいなの面してたから話しかけやすくて、うん、結構まあまあ理由はことどうあれいいですか。でまあ話しかけたら結構優しい性格で、なんさ、なんどうしたんですか。いや泣いてる。いや、うん、あそうだな。それで、うん、いい話だよ。だから話いい話。結構それで山崎さん結構今でいうボキャブラのメンバー、うん、ネプチューンさんであるとか、うん、クリームシューさん。まあ、アンジャッシュとかもそうですけど、うん、そうね、あの辺全員とまあ仲良かったから山崎さんは、うん、人柄だけいいからだから、まあ、まあいい、俺山崎さんと一緒にいると、うん、その辺のメンバーとよく飲むことになったんですよ。だからそうですね、ネプチューン堀内健とかもそうですし、うんうん、ね、バナナマンとか、ね、バナナマンさんもそうね、うんうん、カイジャリ全部、うん、だから俺はだからその仕事とかライブでは共演しないのに、うん、お酒を飲む席でその人たちと会ってたから、うん、面識がもうできたんですよ事前にね。あ、交流がもう、うん、だから僕ボキャブラも僕出てないから面識何にもないんですけど、うん、あの人たちが偉くなったでしょ、うん、爆笑さんとかもそうだ、うん、そうみんな、うん、ネプチューンさんとか、うん、偉くなった時に僕顔見知りだから緊張しなくってよかったんですよ。あ、番組出てもね、ええ、うん、あ、ボキャブラで出てるすげえ先輩たちだと思わなかったんですよ、うんうん、お、山崎の友達じゃん。呼び捨て。いやいや、そうそう、心の中で呼び捨て。ケンさんとかもそうだし、うん、アンジャッシュの渡部さんとかもそうだし、うん、みんなお、山崎の友達じゃんと思ってるから全然緊張しなかったから一個、うん、一個早かったんですよ。だからその何が何が時間がかかんなかったんですよ。打ち解けるまで。ネプチューンさんに気に入ってもらうにはどうしたらいいかなとか、うん、ちょっとわあ名倉さんに口挨拶するの緊張するなとかいうその一個の手間がなかったんですよ。おお、山崎の友達の名倉ちゃんじゃんみたいな。それで許してくれるしみんな。おお、だからよかった、それだけ。それだけ。
それだけ数字だけは良かったなと思ってる。橋渡し役みたいな山崎といてでも俺いや、うん、利用してもらえるんだ。そうでしょ、うん、曲行こう。はい、なんかじゃあ、ま、俺ね、はい、俺もだからまたさあれだったんでひどいんだよ、はい、なんか日テレのさ、はい、もう俺だからもうそういうのにもう答えるのやめようと思ってさ、俺もうちゃんとやってきたのにさ、はい、そんなことするんだったら俺ももう知らないって、もう俺、うん、事務所通してくださいって言おうと思ったことがあって、なんかさ、ま、日テレのさ、はい、日テレの関係者しか来ない、来ない駐車場にさ、雑誌の人がいてさ、待ってんの、はいはい、と思ったんだけどさ、まあ別にさ、まあ、もうお互い仕事だしさ、いいかと思ってさ、どうしましたって言ったらさ、ヒロミさんと共演 NG って本当ですか？いやいや、またですか？それ、まあ、それまたそれかと思って、はいはいはい、このラジオでまた言ってっからだなと思って、まあ、なんですか、いや、そんなことないですよって答えて、はいはい、どうですか、ヒロミさんのことどう思いますかって言ったら、いや、モノマネの番組とかで結構お世話になってるし、うん、先輩だから尊敬してるし、ありがたいですよって、はいはいはい、あ、そうです。ヒロミさんにちょっとなんか、噛みついてください、ね。いや別に、いや何もないんですけど言った、あ、そうですか、ありがとうございます、あ、どうもお疲れ様ですっつって、こっちも向こうねぎらってさ、別に悪い態度もしてないのよ、名刺よこせみたいなことも俺言わずに、もうその人はもうそこの、そういうその名乗った雑誌の人なんだろうってもう信じて、ここもう不法侵入じゃないですかとかいうこともなく、あ、そうですかっつって、あ、はい、じゃあもう、あ、はい、どうもすいませんっつって、はい、終わった、うんうん、さあ記事載ってるの、えそしたら、うん、あの有吉はなんかいい人で有名で、はい、あの普段はそう噛みついたりないんだと、はい、で、あの本誌の取材に対しても、はい、なんかその穏やかななんか感じで、で最後ヒロミさんに噛みついてくださいに対しても、はい、いえいえ何もありませんとなんか謙遜した模様だったみたいな。いや、それさ、はい、それひどくない？もう何言ってもダメですね。だからさ、もうそんなんもうすんな、もう俺もうそうしようと思って、もうすぐそこに言うから、はいはいはい、もうじゃあもう何でもかんでも、もう、うんうん、あ、すいません、もう事務所通してくださいって言おうと思って、あ、なるほど、決めたんだって、俺がもう牙を抜かれた、はいはい、もうふにゃちん野郎だみたいなこと書かれるからさ、嫌ですねそれ。そうだよ、俺だって真摯に、真摯ににこやかに対応してる、なんか、はいはい、にこやかにちゃんと普通に対応してんのがさ、なんかもう、はい、あれだよ、もうなんか、なんだろうな、弱々しい、もう弱りきった笑顔みたいなさ、うん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 、どう思ってるんでしょうね、有吉さんのことで言われるからさ、はい、参っちゃってさ、嫌だよ。あるんですね。あるやっぱ怒ろうっていうそのエネルギーはさすがになかったですか、そこでは。うん、なんかそこで怒ったらさ、はあ、なんかもうすげえ喜ぶじゃん。ああ、なるほど、注ぐ、うん、はい。欲しいもの投げちゃうじゃないですけど。いや別にね、でも朝だしさ、もう。もうちょっと嫌ですね。驚くじゃん、なんかそんなところにいたら。はいはいはい、えっと思うじゃん。はい、あ、なんですかって言ったら。まあそうですか、まあ、怒ってもしょうがないし、まあちゃんと普通にじゃ答えてれば、まあ別になんでもないことだからなと思ってさ、ヒロミさんと共演 NG ですか、強いですね。いや向こうもでも結構爽やかな感じで来るんだぜ、はい、朝向きの人を起こしたんでしょうね、うん、きっと、うん、それなのなんかあれだからさ、もうだからもうそうしようと思って今後もうその人のせいで、うん、コメントもらえなくなっちゃいましたね。あ、ちょっとマネージャー通してもらえますか。ああ、ちょっとそれは向こうの世界からしても難しくなっちゃいましたよね。いや、うん、はい、結構やってたよ。だからなんかガールズバーの店長と付き合ってるんですかっていう時もいやいやってやってたの前他の雑誌の時も、はい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 、もうやだよ、もうもうこうしようかな、はい、タイムマシン3号通してくださいって。すげえ困ります僕ら。いや来るんですよね。いいです、僕らが正門としてデート待ってますんで、待ってた、もう事務所通してくださいっていうのもなんかもうタレントみたいでさ、はい、なんか恥ずかしいからさ、はい、すいません、こういうのはもうちょっと一回タイムマシン3号通してもらいますから。ど
どうします僕らももう本当週刊女性って僕ら来られても、ね、来られてもお前らがだから対処してくれりゃいいの僕らが OK だと思ったら通しても大丈夫なんですかヒロミさんと NG 今日 NG なんですか、うん、お前らの考えでいいまあそれかもしれませんね通すと押さないじゃなくてしょうがないよ僕らが見るにやってくれりゃいいんだよ主観でいいんですかいいよ主観でいいよ僕らの主観でいいですか有吉さん UFO 見たって最近言ってますけどまあ見たんでしょうねじゃあっマジでなこと、ね、いいですかーコーヒー好きなんですよ有吉さん、ね、実はね浅い知識をですよで、まあ、この辺のビルにちょっと一つ思い出があってさ、はい、あのダチョウさんのラジオとかに遊びに行ってる時にさ、はいこの辺うろちょろしてたらさ、うん、ちょっと前になんか若い女の子がさもじもじしながらささーっとなんか駐車場の中消えてったのよ、うん、いやあんな若い子が駐車場の中消えていくってなんか悪いことでもしてシンナーの売買とかそんなんでもしてんじゃないかなと思ってさ、うんうんうん、すぐついつけてみたいな俺、うん、女の子、うんはい、さあさあザッと行ったらさガサガサッってさ女の子焦ってさ、うん、なんかズボン上げるふりしてさバーッとどっか行っちゃったのに逃げてた、うん、こらおいこっちも振り向かってさーっと行ったの、はいはい、その女の子がいた場所を見たらさ、うん、湯気が立ってすごいおしっこしてたのへえそれ見た時にさ、うん、いいもんだなと思ったのなんすかこの話Stay Night Dreamer Live on air Stay Night Dreamer Live on air Heroic R.E.O.C. And this month's assistantタイムシールいやだからさちょそれ、はい、なんかあれなんだよなんかそうするとなんかほら、はい、なんかその女の子がなんか、はい、まあその女の子も今恥ずかしかったなと思ってるだろうねああ見られたあの時の子忘れられないだろうなと思って、はい、俺も忘れられないけどその子も忘れられないだろうなと思ってそうですよね、俺が良かったなと思う警察じゃなくて良かったなと思う自分が、はいはいはい、警察だったらそこにある湯気のあるものを見てさ、はい、パッと触ってさパッと舐めてさ、はい、ヤクだなって言ってるわけだよ言ってるわけじゃ ん, んシャブこれシャブだなとかさ、はい、ションベンだなとかションベンではありますいやションベンだなってやってるなと思うとさ俺が刑事じゃなくて良かったなと思うんだよね刑事ってやっぱそこまでやるんですかねで俺がやったかやってないかっていうのはこれはちょっとまあ、はい、墓場も持っていきたいかな、でやったなこれやったなですよ、ね、これをさダチョウさんとそんな仲良くない頃に言ったの、はい、これはもうそんなエピソードないからさ、はいはい、まだダチョウ倶楽部さんとそんな仲良くない頃だったからさ、はい、それ言ったの、ね、面白いエピソードだったから、はい、今って言って、うん、さあ俺なんか結構リュウさんってさ、はい、俺が辛い時にさお前面白いぞってお前面白いから仕事あるぞ、うん、大丈夫だぞって励ましてくれたから、うん、俺好きっていうエピソードが一番まあよく出てるんだけど、うんはい、実は上島さんのこと好きになったのも実はこの事件で、うん、俺がそのおしっこした女の子がいたんですよって言ったら上島さんは、うん、儲けたなそれで俺上島さんのことまず好きになったからこれだけはあんまり言ってないんだけど言えない言えないですよまあその女子高生の名誉にね女子高生か、まあ、その若い子の名誉にがあるからそれもあんまおしっこの話しないんだけど、まあ、ラジオとかちょっと言っちゃったんだけどそうですね、うん、なんか若い女の子おしっこしてたんですよ上島さんって言ったら儲けたないいぜ先輩だないいですね参ります、はいはい、ラジオネームは三平有吉さん多分嘘だと思いますがイケメン俳優の佐藤健くんと三浦翔平くんが合コンで女性を泣かせたという記事が週刊文春に載っていました要点をまとめてお伝えします女性陣のルックスが気に入らなかった佐藤の目くばせを合図に三浦がブース帰れブース帰れとブスコールを開始その後のカラオケでも三浦がブス替え歌を披露するなどして女性は号泣指示を出した佐藤は王様気取りで満足げだったという
やってくれたなクソガキどもが女優抱き放題のイケメンチンポがブス泣かせてんじゃねえぞこら遊び方が下品だしブスのいじり方が雑なんだよおい聞いてんのかタケル今度ブスと合コンやるときは俺も呼べよお前の目配せを合図に1週間洗ってねチンポ出して全員速攻で帰らせてやっからよ時給5万なマジよろしくこれブス替え歌気になるなセンス問われますよねこういうのどんな今のブスブスのままで ありそうですね。ブスの音程大丈夫合ってる合ってます大丈夫合ってますねブスの大丈夫大丈夫です大丈夫本当、はいはい、ブスの音程じゃないですよ中身の問題なんですよ中身の切り口の問題なんですよもうブスの何が行われるやらブスブスブス魚の子久しぶりに聞いたちょっと見ようかな帰って見たくなっちゃった一番上がブスブスの三兄弟いやまあいるでしょこれはそういう三兄弟もこれ本当にありそうだねあさこっちの子たちブスねなんて最近流行ってるのもないの最近はそれ以降も色出ましたけどブス替え歌やりたいじゃんブス替え歌いやー面白いラジオネーム愛のリコーダー有吉、はい、さんウルグアイ代表フォワードルイス・スワレス選手が相手選手に噛みついたことで FIFA から出場停止処分および4ヶ月間のサッカー活動禁止処分1135万円もの罰金処分が下されたことに対しスワレス選手の祖母がみな FIFA がルイスに何をしたかを知っている FIFA は彼をワールドカップから排除したかったのよ完璧ね彼はそれをやり遂げたルイスは犬みたいに追い払われてしまったわと泣きながら語りさらにこれは陰謀よ彼らの決定は野蛮よと訴えていたそうですおいババア野蛮なのはお前の孫だろうがそもそも犬みたいに追い払われたとか言ってるけどな反町の犬みたいなことしたらそれは追い払われるわお前にしたってお前の孫にしたって FIFA やら選手やらに噛みつけやがってやり方にしたってな中途半端なんだよ鈴木治にツイッターで噛みついた西野を見習ってちった面白い噛みつき方でもしてみろ豚野郎おいババアってことだね決まったなこいつのババアも羨ましいぐらいのババアだなあ悔しいですねそうかじゃ引き続きニュースですはい続いてのニュースはこちら2016年の大河は堺俳優の堺雅人さんが2016年の NHK 大河ドラマ真田丸の主演を務めることが明らかになりました星3つですねこれ、はい、堺さんが安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍した真田幸村として知られる、武将の真田信繁を演じますといただきました大河をことごとく打ち切りに追い込んできて三度り真田丸をどこまで食らい作ることができるのでしょうかという一つ星っていうとこないでしょ、はい、3ついただけるでしょうこのドラマはちなみに2015年はですね吉田松陰の妹ふみを井上真央さんが演じる、うん花もゆでございます、うん、ありがとうございます巨匠からいただきましたねすごいですね巨匠からねそうですねあーなんかもう、はい、いいよねなんか一回さ、はい、半沢直樹で、はい、まあブレイクして、うん、CM 出てさで次の一手がもう大河うん盤石ですね盤石だよな今まだ2014だぜすごいもう坂井さんはもう2016年の大仕事が決まってんだぜそれすごいですねすごいこんならもう星3つでしょ本当にこんなしないから聞いてる人大丈夫かな大丈夫なのかな心配なんだないやすごいねもうなんか本当にテーブルクロス引きが決まったぐらいの感じだろうな坂井雅人さんも気持ちいいだろうな大丈夫かな出たっけかなってみんななんかいい仕事ないタイガー決まりましたよ、うん、ササーンって感じだろうな大丈夫かなトランプ投げでリンゴにスッと刺さったぐらいの気持ちよさあるだろうねあのイメージありますねいいですね本当に巨匠すごい
もう巨匠と呼んでもいいんじゃないですか。小坂井さん出るなそのうちこれ。気をつけて小坂井さん出ちゃうなこのままだと。ちょっとこんなあれリズナーも混乱してるから坂井正明なのか坂井正明なのか。え、大河にこの辺やっぱ取り込む。巨匠は巨匠ですからね。そうですね、おかしくないですけど惑わされないようにしてます。はい、じゃあ行きましょう。まずはこのニュースから。上半期に話題になった検索ワード、Google が2014年上半期に話題となった検索ワードトップ10を発表しました。3位はフィギュアスケートの羽生結弦、2位にはソチオリンピック、そして1位はワールドカップとなりました。ああ、そうか、 Google っていうこと。ああ、そうか、そうなんだね。4位がおぼかたさん、5位妖怪ウォッチ、6位塩村さん、7位野々村龍太郎さん、8位マレーシア航空、9位橋本環奈、アイドルの10位がアスカ。あ、10位か、10位なんだ。いや、やっぱだからこれにやっぱり乗らないようじゃダメだね。やっぱりなかなか我々芸能人も、アスカさんだけでしょ、アスカさんと橋本環奈さんだけでしょ、だって芸能人で言うと。そうですね、あ、確かにそうですね、はいはいはい。あとやっぱ世間、まあ世間ワールドカップだ、ソチオリンピックだ、これは世界的イベントだから分かりますけどね、羽生くんも分かるけど、はい、はい、そうか。妖怪ウォッチってまあ分かる、ゲームでしょ、ゲームだけど、はい、歌知らないんだよね。歌知ってます？ゲラゲラボ、おいし、ほんと知らないんだよ、うん、ちゃんと歌ってもらえます？ゲラゲラボゲラゲラボゲラゲラボ、これです。ずっとそれ。あ、そうなんですか。はい、これ すごい流行ってるでしょ、だって、まあ、ってますね。そもそもどういうものかよく分かってないですけど、いわゆるでもロールプレイングみたいな感じでしょ、やってないですか娘さん。あ、やらしてないです。ラジオネームアンジェラ、池田の発言、小島瑠璃子のちょっとこなれてる感がいけすかねえな。わかりますね。確かに、まだ若いですよね、なんかスポーツ、なんかスポーツキャスターみたいなのやってるでしょ。そうそうそう、爆笑の田中さんとね、あれ、あそこは別にあれはいいじゃん、別にその、もう事前にいろんなことを教えてもらって、スポーツのね、はいはい、今日はこんな風なことを言いますとか、わっといろいろ打ち合わせして、はい、田中さんがまあこれ聞くねってやってるわけでしょ、じゃあ今日ネイマールどうだったんですかね、とか、はい、ネイマールですねって言うんだから、言わなきゃいけない。言ってる感が出てもいいけど、そのあそこの S1 での雰囲気をそのまんま他の番組に持ってきたときは俺はイラってくる。バラエティーにね。あ、それは、リンさんこれじゃないですか、違う。それ違う。それ怖いやろな。ピリつくんやろね。ピリつき、ピリつきますね、それはね。どこでもあの感じでやっちゃダメです。ない。ラジオネーム、満腹亭稲荷。おかずにできる声優こと。平野綾とかいう女が関西のテレビ番組に出演し、貧乏時代の食生活についてこんなことを言ってやがりました。本当にお金がない時代があって、ティッシュに醤油をつけて食べてました。その辺でもらえるティッシュだと美味しくなくて、ローションティッシュみたいなのがいいんです。おい、嘘つき。貧乏だったことをネタにテレビに出て持って喋ってんじゃねえ。しかもその話どっかで聞いたことがあるなと思ってネット調べたらな、2ちゃんにこんなスレが立ってたぞ。平野綾、有吉の嘘ネタをパクる。有吉さんも前にティッシュを食ってた話して嘘だってバレたんだよ。違う違う、俺は自分で言ったんだよ、嘘だって。まあもううちのパーソナリティの恥ずかしい過去掘り返して笑いもしやがって、罰として俺のカルピスのついたティッシュ美味しそうに頑張れ、頬張れという。俺一回しんとき言った、こういうティッシュ食ってたって嘘ずっと言い続けてたんだけど、本当はもうティッシュをそうめんみたいに細くしても口に入れた瞬間ティッシュに戻るんですよ。なるほどね、ただの紙に、だから食えないよっていうことを言ったんですけど、平野綾さんはでもうまく食べてるのかもね。実際はね、食べてるのかもね。でも昔なんかジャンプを食おうとしたっていうのは言ってたよね、20年ぐらい前にね。ジャンプ食おうとしてね、青と赤のとこと色が味が違うっつってね。それは味違うよ、インクのあれでね、昔だけど俺ちょっと思うけど、やっぱり今回の春さんが亡くなったことについてもう47ですよ、まだ。ハルさんもそれこそ10年ぐらい前にもう一回死にかけて、ダチョウさんとかも病院呼ばれて、もう死ぬからっつってもうダメだって言って病院行ってね、大病したからね。でそれでもう最後の挨拶だなって思ってもうみんな挨拶してたけど、そこから奇跡的に復活して、
そのお酒やめろやめろっつってみんな言って、うんうん、もう本気で怒って、もう上島さんなんかも怒鳴り散らすぐらい酒やめなきゃダメだっつってんのに、うん、やめられない、やめられなかったで、今回も早くして亡くなったでしょ、うんね、うん、それでなんていうの、そういう意味では山崎さんよく復活したなと思いますよ。 あれだって死んでてもおかしくなかったんで、いや、すごかったですよ本当ね。初め本当動かなかったですから、本当にだ、全然動かないの、びっくりするぐらい、うん、それで見舞い来てくれてね、見舞い行きましたよ僕何回も、びっくりしました、見舞い持ってきたの、言ってください、もっと、いや、もっと、いや、ね、もっといっぱい見舞い来たっていうこと言わなきゃ、何回も来てるから、何回も、もうすごい、ですごいつ、すごかったって言わなきゃ、思いやりが。思いやりがすごかった。だって最初にバッて来てね、うん、お見舞いの品すごかったですよ。そうそう。いい、そういうこと言わなきゃ。いや、ちょっと言わして、これは言わして、坊ちゃん。あのね、パッて来てね、うん、お見舞い持ってきて、うん、頑張ってください。山崎さん頑張ってくださいって言ってね、漫画くれたんですよ。うん、リアルって、うん、そう、バスケット漫画ね、バスケットの選手が交通事故にあって半身不随になる漫画ですよ、車椅子バスケの漫画、僕全然動かなかった時ですよ、うん、下半身、うん、びっくりしましたよ本当に。だからあれで、そう、車椅子バスケのリアルの話ってあれすごいいい話なんだ、すごい、そうそう、井上武彦さんの漫画で、確かにね、あんだけ下半身動かなくなってみんなショック受けて車椅子生活になるとすごいショック受けるんだけど、うん、それでも強く生きていくんですよみんな。そうそうそう。すごい。それをだから伝えたかったんじゃない。びっくりしました。それでね、その、こういうふうに、こういうリアルに出てくる人たちみたいに、うん、もし下半身動かなくなっても頑張ってほしいと思ったんですよ。うん、なるほど、ね。自暴自棄にならず。あ、そっか。それで俺の動かない足の指のところにね、足動かないでしょ、指の間にね、あのタバコの吸い殻、ティッシュ、紙くずとかを全部詰めていって、うん、たまにピクピクって動くとキャッキャッキャッキャ喜んでました。そう、嬉しいじゃん。入れて、だって何してんねんって言ってんの見て、なんかきっかけになるんじゃないかなと思ったんだよ。いやいや、でも結局だってそうやって歩けるんだ。まあね、みんなの、みんなの応援のおかげで。いや本当ね、飴とムチが過ぎますよ本当ね。いや、ちゃんとだからそれサッカー言うけど、うん、いや感謝してるんだとか、うん、ありがとうとか言えばいいのに、なんかそのリアル持ってきたとかゴミ挟んだとかさ、なんかちょっと笑わせようみたいなエピソード挟んでくるけど、いや普通のおじさんなんだから、それはもうあれ、それでいいんですよ、ありがとうで。ありがとう、そう、お気にな、何回も来てくれたでしょ、何回も来てくれた、本当に結構向島の方の結構そうリハビリの時ね、はい、遠い病院をもう向島なんて高速も一番混むところで結構大変だった、行くのも一回一回行くの、でも結構来たでしょ、結構来て、うん、一回こののちさんと来て、うん、外食連れててくれた、覚えてますか、そうでしょ、病院食ばっかりでうんざりしてる時外食連れてったんだよ、焼肉バイキング、うん、ありがとうって、ありがとう、うん、ぼっちゃんありがとう、あの時はあのおかげで俺生きてられるわ、そうでしょ、ぼっちゃんのおかげで俺、まあ、生きてる、そうありがとう、そんなんで嬉しいなと思って、ありがとう、それがもう全て、これ山崎さんの全て、ありがとう、僕の全てでした、うん、あとこれも話題になってんね、下手なこと言えない、下手なこと言えないけど下手なこと言わなきゃいいんだけどさ、はい、ラジオネーム大橋忠夫かな、はい、先日ヤジを飛ばされたと話題になった都議会議員塩村さんの過去を調べていたところ、うん、水着を着た塩村議員と有吉さんとのツーショットが見つかりました。そういう関係だったんですか。ちょっとこれは弁明していただきたい。この塩村さんはさ、もともとあれで、はい、一番有名なのが、さんまさんの唐騒ぎに出てたんでね。唐騒ぎ出てて、その後ね、あのね、構成作家やってたんだよ。これもすごいですね。うん、なんか、どっか事務所入ってたのかわかんないけど、はいはい。で、俺がやってたアイドルの番組があったんだけど、はいはい、アイドルの番組の構成作家としてこの人入ってたの。で、この人だから、作家で結構いじられるから、はあ、結構だから水着になって出てきて、はあ、なんか遊んでたっていうか、はあ、番組に参加したりしてたの、だから今回見た時にうわ大変なことになってんなと思って、はあ、それはまた見方違うというか、はあ、びっくりしますね。だからなんかあれだよな、
もうまあ、そうあんな場だからな、あんな場で言ってヤジ飛ばしたあれだけどな、うん、俺なんか番組で水着になった塩村に何か言ってたしな俺。そうですよね、何やってんのお前は。場所がね、場所が違う、はい、そうですね、 TPO に合わせてね、そう、そんな画像が出てくるんですね、いろいろ画像出てくるんだな、ね、人人生いろいろだなと思いますけどですね、うん、あれ先週ね、はいはい、急遽ニュースが入ってきて、はい、まあ、このラジオが多分日本で一番早かったんじゃないかなと思ってますけどね、氷室京介さんが氷室京介さんを引退するというそうでした ねニュースを発表したんですけど、生放送の時でしたよね、これがね、はい、理由が出てて、うん、両耳の深刻な聴力の悪化と説明されました、うん、はい、人に寿命があるようにこれが俺のミュージシャンとしての寿命と、うん、このまま音楽活動の第一線から退くことをほのめかした。いやこれやっぱりそれはさ、はい、まあ、ミュージシャンにとってまあ耳がね調子悪いっていうのは非常に大変な、うん、まあまあ、決断するにはまあ妥当な理由ですけど、うん、まあ、そうですよね、うん、でも、はい、やっぱり、うん、それでもちょっと CD だけでも出してようかなとか、うんうん、続けようと思ったら続けられるじゃないですか。まあまあそうです ね、まあまあ嫌な言い方すればごまかしごまかしとか ねでもこれスパッとこうやってやめるのってやっぱりかっこいいなと思ったんです、うん、そうですね、これやっぱりだから結局やっぱりミュージシャンの方がかっこいいなっていうか、チリギアの美学やめ、こうやってもう50いくつでしょ多分でしょうね、ここでスパッとやめる、はい、それに比べてね、あらそれに比べてね、あれ坊ちゃん、うん、上島さん、ああ上島さん、あほっとちょっと今あんなのはもう本当にお笑いの、はい、まあ、聴力、はい、低下してますよ53歳、うん、はい、山崎さんもそう46、7、5です5、はい、滑舌も悪くなって、はい、ダブルダブルダブルドットの途中でもう息継ぎして、はい、言わなきゃいけないぐらいもう肺活力落ちてるわけです、落ちてきてますね、ね、はい、やっぱ氷室さんのこのスパッとしたね、はい、それはお金もあるし蓄えもあるでしょうよ、うんうん、それは老後の心配なんてないでしょう、思いますよ、まあ、それはないでしょう、ね、はい、だけどやっぱこのやっぱ決断、はい、やっぱかっこ悪い姿を見せるぐらいならやめちまおうっていうスパッとね、やっぱり自分がやっぱりこの世界に入って始まった時に、はい、かっこ悪い姿見せたくなかったと思うんですよ、やっぱりそりゃそうです、やっぱりなんだかんだ言ってかっこよくて来てるわけですからね、うん、なんかやっぱり一花咲かせたら、はい、ね、はい、一花でもいいから咲かせたらもうやめちまえみたいな、かっこよかったと思いますよ、二十、うん、歳ぐらいの時は、うん、はい、それがもうやっぱり氷室さんに比べて上島だ山崎だえ、はい、やめられないもんかね、お笑い芸人、お笑い芸人って引き際がね、うん、ほらプロ野球選手とかってやっぱりほら体力の衰えとかね、はい、あるじゃないですか、うんうん、こう芸人というのはなかなかこの引き際というのが難しいところはありますよね、難しいっていうのはそれ自分で決めてるからですよ、おうおうおう、プロ野球選手だって、はい、それ雇い主が決めるんですよ、あんたもういりませんって、そうか、ね、そう、うん、だからプロ野球選手の引退はまた別、はいはいはい、音楽業界もでもそう、うん、レコード会社がもうきょあの契約しませんって言ったら結構終わりなんだから、はいはい、そうですね、お笑いっていうのは、はい、結構じやめ時はないんじゃないんだよそうなんです、誰も最後通告しないですから、うん、自分で言っとけばもうずっと芸人のままなんですよね、うん、そうなんです、うん、だから、まあ、でもそう音楽業界だってそうなのよ、はい、どこのレコード会社とも契約してなくてただライブだけ続けてる人もいるからね、うん、まあまあね、それも一緒なんですけど、にしてもやっぱりちょっと芸人辞め時がちょっと遅いんじゃないかなって、うん、上島さんもうダメですかね、あの人は、だけど、はい、上島さんこんなこと言ってたら悲しむからね、一、はい、つ言ってやりたいけど、おうおう、リアクションは相変わらず面白いあったかいな、だけど上島さんはちょっとラジオね、はい、ラジオからはもう卒業、あ、もうもうこのラジオ、え、ここも年1回来てるんでしょ、それのこと言ってるんだから、のっちさんもそうだし、うん、山崎さんもそう、え、ちょっと待ってよ、上島さんもそう、もうやっぱりどっかで最後通告していかないと、どん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 仕事の幅を狭めてやんないとそれ引退に追い込んでるの、そうそう、だから上島さん、うん、のっちさん、はい、山崎さんはもうこのラジオは、はい、
引退。待ってよちょっと。ちょっと待ってよ。来週通告してやんないと気づかないから。いや来週もあるからね。来週だいいよ。だからそれもう来週はもう引退記念試合。やめてよ。二軍の球場で。いやいやちょっと待ってよそれは。いやそれ俺復活するよ。待ってよっていう方。それ格好悪いじゃん。氷室さんだったらオッケーって言うよ。だから氷室さんちゃうから俺は。一緒になりませんかって一緒になれるよって言ってるの今。この最後の散り際をかっこよくしたら氷室さんと同じぐらいかっこよくなれるよっつってんですよ。かっこよくなりたくないから俺は。いやそれはかっこよくあってほしい俺は。いやそれはいくら坊ちゃんのあれでも俺はもう居座り続けますよ。もうここまで来たらずっと居座り続けてるよ。芸人はねやめないわけだわ。言うわけばっかだもん。じゃもう絶対居座ってやるよ。まあね、あの俺もちょうどさこの前飯食ってたんだよ、はい、飯食ってたらさサラリーマンのおじさんたちがさもう50超えてるおじさんがさ何回かカメラこっち向けてんの。その度俺がもうグッと睨むからさ、やめるの、それは。そのうちさ、ちょっと油断してたらさ、パシャッ完全に撮ってんの。ああ、と思ってさ、スタッフのすいません、みたいな。なんか、言いましょうかとか言うて。いや、それはもう別に、もうしょうがないことですから、って言って。俺そっからフラッシュ付きで10枚ぐらい写真撮ってやったの。あ、いけない、ずーっとパシッ一番怖いかもしんない。さあおじさんチラッとこっち見えたけどさ、はあ、自分が撮ってるから何も言えねえから。そうですね、それすごいですね。10枚ぐらい甘んじて受け入れてた。これすごい。俺のだから今携帯のメモリー、はあ、おじさんでいっぱい。事件の匂いがする。消してくださいそれちゃんと。いやもう撮るんだな。さあというわけで続きましては、うん、この1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます、うん、まずはこのニュースから。美人すぎる AD が女子アナ転身。どういうこと？さあ美人どういうこと？あ出た。美人すぎる。エンタ狙ってんすかね。美人すぎる AD として話題になった TBS 入社2年目の笹川ゆりさんが同局のアナウンス部に異動になることが明らかとなりました、うん、笹川さんは就職活動で TBS のアナウンサー試験を受けたが不合格。その後行われた一般職の試験に合格し、情報番組王様のブランチの AD として1年間ロケ先への連絡や出演者とスタッフの弁当の手配、編集作業の補佐など裏方の仕事に従事していましたと。新人女子アナとして4月5日から古巣の王様のブランチでデビューします。はい、いいよサラリーマンの話。さあ続いていきましょう。ズバーン。さあズバーン。決まったぜ。イエーイ。美しい。2014年上半期番組出演本数ランキング発表。上半期ってやる必要あるのかな。いつも1年間でいいのにな。2014年上半期タレント番組出演本数ランキングが発表され、1位には349番組出演のバナナマン設楽統さんが輝き、年間3連覇に弾みをつけました。いや設楽さん働きすぎよ。もう恥ずかしいでしょ本当に。349番組。設楽さんもう今顔赤いと思うよ。こんな1位だって出てすごいですよね。半年でですからね、うん、やっぱ働きすぎ。設楽さんちょっと働きすぎ、ね、え朝やってますしね。帯でね、朝もやって帯やって帯やっていろんな番組も出て。設楽さん、ですね、おさむちゃん、いやこれはもう昔の呼び方で言おう、はい、おさむ様働きすぎ。すごいですね。今僕優香とか飯島直子の気分でしたから。ジョージアの時にお疲れ様みたいな。おさむちゃん、おさむ様働きすぎ。ジョージアで、はいはい、で2位が国分太一くん、そうです。2位はソチ五輪の司会やスポーツ番組に多くに起用され、国分太一くんですよ、そして3位には我らが軍人ロックスター有吉弘行さんがランクインしています。まあね、はい、僕ぐらいやっぱ悠々自適な働き方がいいですよね。いやいやでも281ですよ。設楽さんとか国分君みたいに300本超えちゃうとちょっとこれ言いたい、働きすぎ。これ言いたかったんだよ。いやだから引き続きですけどね、うん、だから、はい、いや僕もよく言われるのよ、なんかちょっとやっぱり先輩とかに、うん、それもなんかお金持ちの先輩からね、おなんてですか、有吉お前働きすぎだぞっつって、うん、蔑まれたかのように大変だなみたいな、入れてんなっつって。俺もやっぱりたまに言いたい、あ設楽さん国分君、うん、ちょっと働きすぎじゃない。3位だからね。 いいですね、うん、
で、あとはだからどうですか、はい、まあ、あとはもう大体帯やってる常連の人、加藤浩二さんとかね。ああ、スッキリね。うん。あと、オードリーの二人とか、はい。すごいですね、5位、6位で。うん、で、まあ、スッキリコンビ、テリー伊藤さんもね、6位ぐらい。これいつもそうですよ、ね。ああ、なるほど、なるほど。で、いつも謎のビビる動きね。大きいもいつも入ってますよ。ポンとかやってますからね。で、羽鳥さんとか。はい。あと、フットの後藤。うん。で、これいつもびっくりするけど、ジャングルポケットの斎藤が10位ね。すごいですね。これ、競馬番組とかやってんの、こいつね。なんかね、あー、そうかそうかそうか、やってますね、はい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 。あと高俊、高俊で山里、はい、あとバナナマン日村さん、日村さん、16位坂上忍さん、お、同率16位千原ジュニアさん、お、18位関根さん、はい、で大久保佳代子、はい、近藤春菜、はあ、っていう、大体こんな感じですけどね。すごいですね。あ、まあでもなんかこれ見るとさ、はい、あの僕今、まあ、3位でしょ、うん、281本ですか、うんうんうん、なんかすげえなんか働いてて、うん、芸能界で3番目に忙しいみたいなイメージでしょ。そうですよ。だけど、うん、これ実質その東京のテレビ番組だけカウントされてるだけであって、あ、そうか、まあ、大阪だとか福岡だ、はい、北海道だっていう番組はまず当然カウントされてないですし、うんうんうん、ネットの番組もそうですし、うん、あと劇場を、うん、営業を、はい、あ、まあ、そういうことも含めたら、うん、もっともっと働いている人はいっぱいいますから。まあまあそうですね。それこそ花丸大吉さんなんかも劇場バンバン出てるでしょうし。すごいみたいですね。それはね、うん、それは誰が一番疲れてるかっつったらね、はい、まあ、この設楽さんとか国分くんとか僕とかじゃないですよ。誰ですか？もっともっといますよ。はい、いや、誰かちょっとわからないですけど、うんうん、謎ですけど。営業もバンバンやってみたいな、うん、まあ、この20人の中で言うと誰が大変かな。か劇場行って営業行ってジャングルポケットとかネタも作って、ああ、うん、だと思いますよ。でもこれ年齢で言ったら関根さんとかも、うん、ね、このもう結構いいお年なのに ね、こんだけ頑張ってあるのもすごいですよね、うん、だからまあまあなんかそうね、はい、いや、みんな忙しいんだなと思いますよ。うん、偉い偉い、うんうん、いや、そんなにぼっちゃん3位ですからね。ぼっちゃん3位、ぼっちゃん3位もそれはよく頑張ってやらせてもらってますけどね。うん、太田プロは他入ってないんだよ。あ、ほんまに誰もいてへんね。辻田さんも劇団一人もだから映画やってたりしたから。あ、その労力はすごいよ、あいつの。誰も大変なんだよ。だから一本の映画のたびにどれだけやっぱ日にち抑えられて、どんだけ、うん、気苦労があって、うん、ってなると、やっぱり世の中疲れてる人はもう本当いますよ。いっぱいいますよ。っていうことだ。ラジオネームフォーカスゴールド、うん、メンタリストの大吾さんを最近見かけなくなったけど、うん、今頃自分のチンコでも曲げて遊んでんのかな。なんか会社のことやってんだろうな。ラジオネームとびっこ。梅雨が終わるとまた霊が見えるんです系ブスが調子に乗る季節がやってくるな。ね、霊系のやつが絶対ね、 ありますね。やるせなすの中村とか。そうなんだ、あいつすごい。取り付きましたーい。いや、やばいっす、やばいっす、みたいな。肩が重いっす。バカか、お前。言ってやるんですよ、中村に。中村に。バカか、お前は。中村に。でも自分も自分。いや、霊が見えるんです。バカか、お前は。ズバッと一言ですね。言ってやるんだ。あ、だって、あそこ、あれが見える。バカか、お前は。って言ってやるんだよ、俺。5連発。気持ちいいね。今日、あれだぞ、お前、はい。お前とここで母乳の会話、毎週のようにしてるからさ。はい、今日、お前、今日の収録で、お前、あれ、熊田曜子いたからさ。はい、熊田曜子に俺、母乳くれって言ってつい、お前、ポロッと、お前。出ちゃっただろ、出ちゃったじゃない。ここのラジオの影響で、お前、ダメだぞ、それ、お前。テレビだぞ。熊田さんにまで迷惑が。テレビだからな。テレビですよ。俺なんすか、それ、現況って。熊田って、結構、僕に、まだ出る。ま聞いちゃっただろ、お前。お前のせいで。いや、お前がもう、毎週、母乳、母乳って言うから。騒ぎ立てるから、もう。そうです。僕も、小型の冷蔵庫見に行っちゃいました、もん。それさえあればね。気をつけてくれよ、本当に。この前、はい、有吉反省会って番組に白龍さん来て、はい、
おお、緊張したな。ああねえ、よく行ってる焼肉屋さんが一緒だったんだけど、はい、ちょっとまあ最近俺ちょっとご無沙汰してるんだけど、はい、白龍さんがそ最近来てないみたいだね。お優しくよ、はい、優しく笑顔で言ってくれたけどさ、うん、なん かこっちが勝手にいろんなこと汲み取っちゃうよね、あんだけ怖い人って。怖い人っていうか、うん、おっかないイメージが、まあ、雰囲気ありますからね、うん、最近来ないんだねって言ったらさ、うん、来ないと殺すぞって言って、極力なんですけど分からないこともないですね。はい、いやそう、やっぱ俺もそういう人になりたいなと思ってさ。ああ、でも変に勘ぐられることもありますよ。あるけどな、人とは別に。はい、だけどなんかそれだとさ、怒んなくて良さそうじゃん。もう白龍さん多分怒ることないだろうなと思って。逆に怖いですけどね、やっぱ優しくなった子は表の人って裏やっぱ見ちゃうんで。何回も言うけど、相川翔さんに誰が喧嘩が強いですかって聞いた時に、あいつはどうですか、あいつは強いな、あいつはどうですか、あいつは強い、白龍さんどうですか、やばいよ、強いとかじゃないんだよ、やばいんだよって言ってたから。強いとやばいはまた違いますからね。それ白龍さんにこの前言ってみたら、白龍さんにニヤッとして、ああやめてよみたいな顔してた。まんざらでもなそうさ。これは最強かもしれないですね。大丈夫、三平。有吉さん、ちっこいブスに大人気のチビモデル益若つばさの野郎がぐるないの1日いくらお金を使うかという企画で密着取材をされ、変なエステに行ったり、薄汚いヴィンテージバッグを買ったり、デタラメに美味しそうな飯を食ったりして、1日15万も使ってやがりました。おいクソ若、てめえ1日で俺の月収使い切ってんじゃねえよ。朝から晩まで脇がの工場長にこき使われてよ、10個下のブラジル人に毎日意味もなくケツけられてよ、それでも歯食いしばって働いてようやく手取り14万だぞ。人生なめんなよ、おしゃれたぬきが。年収15万の山崎ボタスに謝れ。笑えないね、笑えない。人っていうか、もう来るね、来るものがあるよね、ほんとに1日15万って。チビモデルがよ、ちょっとバカ野郎、大事、おごってくれ。おごってくれじゃないんだよ、プライド持ってよ。いやもういいよ、チビモデルにおごってくれじゃないんですよ。もういい、誰でも寄生虫で行くよ俺は。いいの、いい、もう最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは有吉さんの面白かったコメントなど定期的に配信しています。登録がまだでしたらチャンネル登録お願いします。